まあ、ホーム、最終戦ということで、まあ、CS は決まってますけど、今年1年間、ビーコルが、目指してきたバスケット、やってきたバスケットっていうのを40分間、出すことがまず大事だと思いますし、まあ、そういった、そういった姿を、ファンの方々に、見てもらうためにも、全力で、全員がファイトして戦っていきたいなと思います。また CS っていう、自分たちが一番、大切にしてきた、ものがあるんですけど、まず目の前の、この土日、本当に富山さんも本当にいろんな状況があると思いますけど、まずは自分たちにフォーカスして、自分たちができることっていうのを、2日間やることがまず大事だと思うんで、そういった目の前の相手を倒す全力で戦うっていう姿を、皆さんに見てほしいなと思います。1年間、本当に応援ありがとうございました。明日明後日が本当に最後のホームのゲームになるんですけど、僕たちの、熱いプレー、熱いゲームっていうのをぜひ、見てほしいですし、皆さんと一緒に、勝利を、勝ち取れるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。 Go! ピーコー!